解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。さあ小宮山、バッターは9番に入っている梅野。ムーン、まずは先頭バッターを打ち取っています。アウトコース、ボール。これが2球目。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。打順は1番に帰ります。バッター山田、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ヒットでランナーを打ちました。伸びていく、ポール際切れました。入っていれば同点というところでした。ランナー動いてきませんね。西さん、ここは盗塁はないと見ていいんでしょうか。そうですね、バッターのために。打ちました、いい当たりだ。伸びていく、どう入った、ホームラン。いや、速い打球でしたね。あっという間にスタンドに飛び込みましたね。はい、2番バッター坂本、日本ホームランで同点としています。西さん、ここはもう1点得点が欲しいところですよね。まあそうですね、この流れに乗ってね、この回で勝ち越しておきたいですよね。さあセンターに抜ける、ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。バッターボックス吉田、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナーを一塁に置いています。まあ向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。打った、ライトが追いかけますが頭を越えました。チャンスを広げていきます。ワンアウトランナー三塁一塁、バッターは4番鈴木。日本この回2点を入れています。さあ試合を振り出しに戻し、なおも勝ち越しのチャンスを迎えています。いや、西さん、やはり先ほどのホームランが効いてますかね。まあそうです。左中間へ持っていった、入れば勝ち越し。フェンスダイレクト、サードランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。日本勝ち越し。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。勝ち越しに成功しています。いい形でチャンスが広がりましたね。序盤から勝ち越しに成功、流れを作っていけるんでしょう。バッターボックス村上、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。引っ張った、ヒットになった、一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達、ランナー出ました。日本ツーアウトランナー二塁、ここはうまく引っ張っていきました。いや本当にうまく反応しましたよね。改めてお聞きします、バッターボックスの菊池、どういうバッターなんでしょうか。まあそうですね、もうどこにない、い当たり、センターの頭上を越えた、送球する、セカンドランナーホームイン。日本追いつきました、4対4。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで同点です。このバッターね、ここいボール際切れました。入っていれば勝ち越しというところでした。低め、これは外れた、切れました、ファウルボール。ワンボールツーストライクです。ジャストミート、切れました、ファウル。フェアならば勝ち越しかというところでした。レフトに持っていった、ボールはそのままフェンスに直撃、セカンドランナーホームイン。日本勝ち越しました、5対4。リードを奪いました。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。勝ち越しに成功しています。そうですね、理想的な形ですよね。ここで勝ち越しに成功、このまま。打順はトップに帰って山田、今日はホームランを放っています。ワンアウトランナーありません。まず何を投げてくるか。ストライク、最初は変化球できました、ストライクです。
打ちました、痛烈な打球、切りました、ファールボールです。インサイド変化球外れます。これが4球目。打ちました、いい当たりだ、大きな打球になった、入ったホームラン、ソロホームラン、いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、今のバッティングご覧いただきましょう。ナイスバッティングですね。ここで得点が入りました。バッターボックスは2番坂本、日本ホームランで得点を挙げています。初球は何から入ってくるか、打ちました、高く上がった、レフトが下がっていく、入った同点のソロ、いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、今のバッティングご覧、バッターは3番吉田、日本土壇場で同点としています。打った、高く上がった、頭上グン入った、ホームラン、勝ち越しのホームランです。日本この、いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、今のバッティングご覧いただきましょう。いや本当にうまく反応しましたよね。試合を制したのは日本、壮絶な打ち合い、乱打戦を見事制しています。さあ西さん、いよいよ金メダルが目前に迫ってきました。チャンスは十分あると思いますから、最終戦